皆さん、こんにちは、さきです。本日は、ドル円について話していきたいなと思います。ドル円が126円突破ということで、約20年ぶりの、えー、水準まで上がってきています。まあ、この、ね、水準っていうのは、まあ、実際チャート今お見せしますけども、えー、このようになっています。これ左の、えー、画像が、えー、月足の画像で、今が2022年で、126っていうのは、要は20年前ってここのこと言ってると思うんですけども、2002年、えー、とかの 下落してきた時その辺まで上がってきてるとまあここ2015年のところも1 2 5 6円まで上がってるんですけど126をつけたのは20年ぶりということですですごく上がってきているのでまあこれはねどんどんさらに物価の上昇とかいや日本っていうのは全てをね地獄で賄うってことはできないのでもちろんねあの日本にしかないものとか日本の強みってたくさんあるんですけども まあ日本にないものとか弱みとかね、輸入しなければいけないものとかっていうのもたくさんありますので、そういった点で、またね、日本の生活が厳しくなるとか、あと、僕今マレーシア住んでるんですけども、マレーシア住んでる方でも、日本からえ例えばえ留学している方で、親からね、何か生活のためのお金を送ってもらうとか、縁からね、マレーシア人気というえるっていう時も、大体今、この時の水準、えっとですね、2020年とか2019とか、 2017か、この辺とかの水準よりも、約10%ぐらいですね、価値が下がってる。例えば10万円送クすると、9万円分の価値しかないみたいな、マレーシアにおいてね。要は、それぐらい、マレーシアでもそうなんですよ。だから要は、ドル円だけじゃなくて、これは円だけが、ドっぽいですって言うんですけど、これが問題で、ドル円がドルだけが強くなってるんじゃないですか。これ円が弱くなってきてるっていうね。 これ、あの、報道してる方とかっていうのはほとんどいないし、まあみんな興味ないかもしれませんけど、大問題のところがあって、これドルが強くなっているとかね、あ、米国が強いのは当たり前だよねって思ってる方いらっしゃるかもしれませんけども、ドル円の円だけがドッポエスって言って、円の価値だけがえ下がっていってるんです今ね。これが、まあなんでなのかとかいろんな憶測とかえ考えられることがね、こことかにもいろいろ書かれていたりしますけど、例えばコメント欄とかね、アナリストの方とかまあ書かれていますけども、まあとにかく、まあ あのね、いいことは何もないのかなと思います。どんどん、要は、まあ、やっとその真実というか、まあ、日本のやばさに気づいたとか、まあ、そういったところなのかなっていうのもあると思うし、だめちゃくちゃこれからも上がっていくんじゃないかなと、135円と、ね、なる可能性があるとか、まあ、チャート形状的にも上はここはもう真空状態なので、あの要はサポレジ、えー、上の,そのレジスタンス抵抗体っていうのは135円ぐらいまでないんですよね。まあ、もちろんその過去 え2000年代とか、要は20年前に135円つけた時に一気に戻ってって、結局ね、えっと、2001年の高値から、3年後には結局100円台、100円、ちょっと102円とかぐらいまでここに戻してきてるんですよね。で、その後結局、70円とか、70円台とか80円台までの円高、要は円の価値が高まってるという状況になったので、 結局のところですね。今後数年でまたですね、もしかすると150円台とかね、行く可能性は全然あると思ってるんですけども、あの、結局のところまた僕は100円台ぐらいまで戻ってくるんじゃないかなと、数年、例えば5年後とかね。今から2、3年かけて130とか、まあ最低でももう130は射程圏内。だってもう4円ぐらいしかないから。4円っていうと、この時期とかで言うと4円のボラテリティでてすごい上昇とかなんですけども、今、 もうめちゃくちゃね、ボラティリティって言って、変動幅がもうビットコインというよりはもうアルトコイン並みよ、いやなんか、えまあ、イーサリアムはもう大型コインですけど、もっと小型コイン。あの、マステ、知ってる人は知ってるかもしれないけど、ステップみたいな、もうなんていうんですか、新規上場したようなアルトコイン、自家総額低いアルトコインようなボラティリティなので、めっちゃ動くんですよ。で、まあ今年ね、あの、いいことに、 えー、まあ、チャンスと言えるのは、やっぱりドル円とかのトレードは、まあ、稼げすぎるのかなと。要は、トレードっていうのは、ボラティリティが命なので、あのー、まあとトレンドですね。今まで言うと、まあ、日本国にとっては良くないですけども、上昇トレンド、ドル円がね、えー、こういった感じで、えー、トレンドラインを引くことができると。まあ、最近僕のね、あのチャンネルではあまりトレンドラインとかそういった動画撮ってないんで、またね、撮りたいなと思うんですけども、まあ、こういった感じであの、トレンドを作ってると。 いった感じです、すあと、ボラティリティも激しいので、まあ、えー、去年まではね、僕もほとんどドル円なんていうのはやってなかったんですね。あのー、で、その前、2年前とか、この辺とかドル円とかね、僕がトレード始めた2018年ぐらいとかから、1年、2年ぐらいはやったんですけども、その後ね、去年とか一昨年ぐらいから仮想通貨が忙しくなっちゃって、えー、で、まあ、それでまあ、儲けることができたんですけど、まあ、ターゲット本当に良かったですね。で、今年はもう仮想通貨は逆に動かないんじゃないかなっていうぐらい、僕は弱いと思ってるんで、逆にその、今、 世界に注目が集まっているこのドル円です。なので皆さん、まあ、ドル円の、ね、トレードやった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。で、概要欄の方に、あの僕の、ね、トレードしている XM という、ね、取引所がありますので、まあ、これは皆さん、僕はマレーシアの方の XM、要はグローバル版というかマレーシア版、アジア版使ってるんですけども、まあ、皆さんの方では、あのー、日本版の XM 使ったりとかしたらいいんじゃないかなと思います。あのレバレッジのせ、あのー、選択とかね、いろいろあると思いますけども、まあ、うーん。 まあいろいろ調べてね、ご自身好きな選択すればいいんじゃないかなと思います。あと、レバレッジと、あと、ロットですね、少なめにやっていけば、まあ、例えば、1万とか、5万円とか、10万円ぐらいから始めて、まあ、少しずつね、練習していけば、うまくなっていくんじゃないかなと思います。今後ね、そういったコンテンツ、あの、トレードとか、そういったような短期トレード、えとかのコンテンツとかも動画を上げていきたいなというふうに思っています。あと、こちらですね、あの、僕の方の公式 LINE、公式メールの方では、詳しくですね、トレードのこととかも、 えー、講義動画をね、無料でお送りしてますので、まあ、登録したい方はぜひ登録しておいてください。えー、ということで、まあ、あの、この辺で締めたいと思うんですけども、えー、ドル円ですね、えー、この後130とか136まで上がっていく、135、6ですね。えー、まで上がっていく可能性ありますので、あのー、まあ、この辺はチャンスなのかなと思います。上がっていくことを前提として、ロング目線、買い目線ですね。えー、買うことを狙っていって、 え勝負していいくというのがま135とはいかないけども、132とか、このね、上の手前あたりから意識されやすいので、132ぐらいまではロング目線でいいんじゃないかな。もちろんここで乱攻撃しますよ。乱攻撃しますので、そこね、うまく立ち回っていければ、明日かな、ちょっとわかんないですけどもあ、そういった短期トレード、ちょっとレ、あのー、リスクレアードとか、どういうふうにエントリーをして、 えー、けばいいのかって、ちょっとね、動画撮ってみたいなと思いますので、えー、ぜひそちらもね、楽しみにしてください。えー、ということで、本日の動画は以上になります。えー、今回の、ね、動画良かったなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あと、概要欄の方もね、まぁ、いろいろ僕が使っている取引所とか、えー、ありますので、ぜひチェックしてみてください。あと、えー、ユーロンね、オンラインスクールもやってますので、こちらはまぁ、近々まだね、えー、YouTube の方で、えー、詳しく説明したいなと思います。はい、あの、あまり、 表だって説明してないんですけども、参加したい方がいればぜひね、チェックして参加してみてください、えー。ということで本日の動画は以上になります。最後ご覧いただきましてありがとうございました。